今やさみのシンガーソングゲーマー、皆さんこんにちは。今やさみの SSG、 今回で145回目なんですけれども、皆さんもうすでにお気づきですね。そうなんです、今回いきなり、新エンディングテーマがもうすでにオープニングからかかっております。別に私たちが間違えてかけたわけではございません。あまりにもかっこよくできてしまったがゆえに、なんかもうこの曲オープニングにぴったりじゃない、キャ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 って言ってたら、ちょっと勢いでオープニングにかけてみました実際はエンディングの曲ということなので、今後はですねこの曲が私たちの SSG のエンディングテーマとして、ということはトークの内容もちょっと考えなきゃですよね。いつも結構、一緒とか、今回で3代目なので、1代目がリグレットで2代目が一緒で、まあどっちも違った曲調ではあったんですけど、1代目のリグレットの時には結構優しい雰囲気で意識してたんですけど、まあ一緒の時はあんまり意識してなかったですね。なぜかというと、こうやって撮ってる時は実は私今音楽が聴けてないんですなんでみんな失笑するのそうなんです。なのでちょっとね、ひょっとしたらこのねかっこいいね009かっこかりとね、ちょっと雰囲気が合ってないかもしれないけど、どう、ギターソロを弾いたカズ、はい、カズです。カズイエーイ、久しぶり、明けおめことよろ。あ、そうだ、カズにちょっとね、はい、伝えなきゃいけないことがある。あ、なんですか。ライブツアー回ってる時とかに、カズ宛てのファンレターと、はい、カレーをたくさんもらったよ。本当ですか。そう、やった、カレー。完全に私あれですよ、カズーに渡すために今日持ってきてますから。あ、本当ですか。はい、紙袋、ちっちゃい紙袋、かわいいなんかね、はいはい、こう付箋みたいなやつがピッてくくりつけてあって、はいはいはい、それにカズーさんへって書いてきて、おっと思って、あやく開けるとこだったみたいな。カズー様、カズー様って書いてあって、カレー大好きですからね。ねえ、本当に本当大量にカレーが届いてるので。本当ですか。今日はうまく喋れなかったらカズーにあげずに、ちょっと他のメンバーにあげちゃおうかな楽しいそれというわけでですね、まあちょっとカズーも含め他のメンバーもですね、この番組の中の後半のコーナーの方でですね加わっていただきましてですね、面白おかしく、和気あいあいと、サードライブの追加公演についてなんかの話とか、まあライブの終わったライブのね感想なんかも聞けたらななんて思っているので、そちらも楽しみにしていただきたいと思います。それではここでちょっとメールを紹介したいと思います。こちら、はるさんからいただきました。ありがとう。みんごさん、あけおめ。あけおめ、いつも楽しく拝聴させていただいております。今日は報告したいことがあってメールしました。それは大阪追加公演の一次選考抽選に当選したんです。京都には行けず歯がゆい思いをしていましたが、これで救われました。ライブ発売イベントにも当選して本当にいいこと続きです。今年はいい年になりそうな予感がします。では今年はミンゴスにとってとてもいい年であることになっております、といただきました。ありがとうございます。そうなんだ、もう一時終わってるんですね。ドキドキです。だってもう怖くて、なんだろう、何枚余ってますかって聞くのが怖くて、どんなんだろう、なん、あ、そっかそうですよねドキドキしてそうですよね余ってなきゃ逆に困りますよね。すいません。でもなんかそういうの怖くて私いつも聞けなくて、当日いつもびっくりするんです。どうなんだろう、人が5人ぐらいしかいなかったらどうしようって、今でも結構夢に見たりとかするんで、ギュブギュブしてるんです。前日とかにも本当にもう5人ってことはなかったですけど、本当にこの間の横浜の前の晩とか前の前の晩ぐらいに見た夢が、多分2、30人ぐらいしかお客さんがいなくて、ステージに立ったらプラス A メンバーの方が多いっていう増えてるんですよ、プラス A メンバーが。なんか知らないけど友達連れてきたとか、あと家族連れてきたとかで、すごいステージ上が100人ぐらい人がいて、そうなんですよ。でお客さん2、30人ぐらいしかいなくて、うわーって思ってどうしようって思ったら、もうなんかでもとりあえずみんなも上がるかとか、よくわかんないことを言いながらお客さんも全ステージに上げるっていう夢を見たのでちょっとねそういうなんか恐怖みたいなのもあったりするので、ぜひですね、まあ一時にはね選考や抽選ということなのでね、当たった方当たってない方いるのかどうかちょっとわからないんですけれども、ぜひまだの方、二次そして一般などもあるかと思いますので、そちらでですねゲットしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。続きましてこちらのメールです。
キャピタル放送さんからいただきました。ありがとうございます。初めてですね、今井さんこんにちは。こんにちは。福岡でのアルバム発売イベント参加しました。あの人だ。今井さんの運動みんなしてるという質問にバスケをやっていると答えたものです。あれだ、私から見て、右側の前から 2,3 列目ぐらいに座ってた彼ですね。ありがとうございます。近くにいた人にこう待ってる間とかに話しかけてみると気さくに返してくれたりとかして、今井さんが登場した後もこんな和気あいあいとしたイベントなのかとすごくリラックスして楽しめましたが、実は会場に着くまでにかなり焦っていたんです。というのも電車の乗り換えで乗り場を間違えてしまい乗り遅れてしまったんです。約30分後の次の電車も乗り場を間違えてしまい、ギリギリの電車には乗れてホッとしていたその矢先、途中で緊急停車。間に合わないかもしれないと心臓バクバク状態だったのですが、運よく1分後ぐらいに発車したのでギリギリ5分前ぐらいに到着できました。時間に余裕を持っていて本当に良かったと思いました。福岡でのライブのチケットも取れたので次はさらに時間に余裕を持って臨もうと思います。11日のライブ楽しみにしていますね。それではといただきました。ありがとうございます。そうなんです、今回いつも質問コーナーってやってるんですけど、大抵何をこう発売記念イベントでするかって基本決めてないんですよね。私この間唯一決めたのが DVD、 5月のライブの DVD 発売記念イベントでどの曲を歌うかをみんなで抽選で決めるっていうのを決めました。それぐらいです。それ以外はもう本当に1時間何も決めずにとりあえずステージで歌うみたいなとりあえずアロマオブハッピネスを歌いながら後ろのドアから出て行ってディナーショーみたく歌いながら客席の間を縫って歩くっていうのだけ決めて、一番すごく印象的だったのが、今回学校、専門学校で、イベントやらせていただいたんですけれども、その専門学校の有志の方の生徒さんたちが集まってくださって照明とか音響とかをやってくださったんですけど、来年こちらの東京に出てきて働くっていう若者もいたりとかしてかなり本格的にやってくださったんですよね。でその時に先生がこう私が言ったこととかを生徒さんたちに伝えてくださるんですけど、基本何も決めてないんで適当にやりますとか、多分曲順はこれでいくとは思いますみたいなアバウトなことを言った時に、先生が一瞬こうピタッて止まった後にみんな臨機応変に行こうって言ったのがすごく印象的でしたね。まあきっとその学生さんたちは現場に出た時にね、スタートがこれということもあればきっと怖いものは何もないんじゃないかと親心的な感じでね、ニヤニヤしながらちょっと見守ってましたけれども、はい、そんな感じで本当にいろんな方にご協力していただきましてありがとうございました。なかなかね、結構歌えるイベントスペースって少ないんですよね。だから今回福岡で歌うことができたのでね、皆さんのご協力あってということなので本当にありがとうございました。その時にもなんかこう何も決めずにやってるっていうのを結構いつも驚かれるんですけど、まあ、プラス A のメンバーは慣れたもんだとは思うんですよね。まあ、私もそうなんですけど、プロデューサーの浜田さんが割とね直前まで何も決めない方ですもんね本当ですか。まあ、このねこう緩い感じのスタッフにですね、プラス A のメンバーはいつもついてきてくださっているので、今回もですねちょっとこの日集まれる人いるなんて言ったらほぼフルメンバー集まれるっていう風に聞いたんですが、来たら早々にまずキシリンがちょっとお仕事になっちゃったんですって、あーすっごい残念だなと、お土産山口土産持ってきたのになーなんて思いながら残念だなーみたいな風に思ってたら、もう一名ちょっと若干もう一名が私ねいない、誰かは分かんないですけどね、そうなんですよ、そうなんです、おかしいなと、一体誰がいないのか、まあ、ファミセンのコーナーの後のミュージックバズルのコーナーで皆さん確かめて、もう映像で言っちゃったあらまあ、はい、というわけでですね、源ちゃんがいないということですね。源ちゃんファンの皆さんどうもすいませんでした。風邪ということなので許してやってください。きっとねライブのために、きっと今風邪ひいといて本番元気になろうっていう心づもりなんでしょうね。なのでもうこの後源ちゃんの話題はしなくて大丈夫です一番出たがってたじゃん。そうなんですよね、いつもなんかこう SSG の話をするとスティックをいつもパッて握っていつでも行きますよみたいなポーズを取ってくれてたんですけどね、おかしいですね。みんなに出たいって言ってたでしょ、一番言ってた、言ってましたよね。だからなんか大事な時に源ちゃんはいないですよね、焼肉とか。そうそうそう、ね、焼肉みんなで食べに行こうぜ、ジョジョ園行こうぜ、ジョジュリアンってやってた時に僕この後ライブダンス嘘でしょゲンちゃんみたいな、みたいな、どうする、他の日にしますって言ったらゲンちゃんがちょっと悲しい顔でこっちをチラッと見たけど、
しょうがないよしょうがないよまた別の日にしてあげればいいじゃんみたいな時になってしかわいそうだったんでちょっとあの自販機のどん兵衛を買ってねずっと渡してあげたのが恨みつらみになってパンフレットに書かれるっていうねあーげんちゃん聞いてる？みんなね楽しそうだよはいというわけでですね、まあ、あのファミセンのコーナーは私一人でお届けしておりますので、はい、皆さんそちらの方もぜひ聞いていただきたいと思いますがこの後みんな心の準備は大丈夫ですか？大丈夫です。みやみや軽いめいめいが誰も大丈夫って言わないそうだねちょっと不安がちょっと募ってまいりましたけれども一番おしゃべりのファイヤーさんが黙りこくってるねえほっといてください。きっと今な多分ねあのエネルギーを貯めてるんですよ。じわぐ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 わと。さすがファイヤーさんですね。ありがとうございます。はいというわけで皆さんたくさんのメールありがとうございました。それでは次のコーナー行く前に CM です。どうぞ。静と動、響き合う2つの個性。アートリーベイン。こんにちは、ベインです。アートリーベインの待望のサードシングル。PSP 用ゲームソフトコープスパークブックオブシャドウズエンディングテーマパンドラの夜が好評発売中。カップリングには儚くも力強いバラード、ただ一つの物語を収録。私たちの紡ぎ出す鼓動に酔いしれてくださいね。今井麻美セカンドアルバムアロマオブハピネスが好評発売中です。シングル未発売曲3曲、アルバム用新曲3曲を含む全13曲を収録しています。タイトルチューンアロマオブハピネスは一日の始まりをイメージした元気になれるハッピーな曲です。ブルーレイディスク付き初回生産限定版、 DVD 付き版には子供の笑顔がまぶしいミュージックビデオも収録してますよ。一生懸命作り上げた素敵な楽曲の詰まった一枚に仕上がっているので、皆さんぜひ聴いてみてくださいね。ファミセン。このコーナーはファミ通 .com 編集部から派遣された謎の司令官みゆちゃんがおすすめするゲームを真のゲーマーを目指す私今井麻美が実際にプレイして紹介するコーナーでございます。前々回の司令書で紹介するタイトルがまだ決まってませんという、まああのお正月進行ということでごめんねてへーみたいな可愛い感じでみおちゃんがね指令書出してましたけれども、今回改めてご紹介させていただきたいと思います。まあもちろん動画の方でねプラス A メンバーと和気あいあいと本当に楽しくみんなでゾンビをガンガン撃ちまくってましたけれども、そうなんです、セガさんから2月23日に発売されるプレイステーション3用ソフトザ・ハウス・オブ・ザ・デッド・オーバーキル・ディレクターズ・カットということで、まあね本当に見ていただいたら一目瞭然というゲームではございましたけれども、どんなゲームかと申しますと、ゲームセンターなどで人気のガンシューティングゲームザ・ハウス・オブ・ザ・デッドシリーズ、こちらの家庭用ゲームの最新作ということで、2009年に多機種で発売されたものをベースにして今回ディレクターズ・カットというちょっとねこうドキドキするようなネーミングがついておりますけれども、この新たにステージやアイテム、3D 立体紙などの新要素を追加してグラフィックも HD 画質に生まれ変わって皆さんの前に登場するということで、まだねこの放送を聞いてる時には発売前ということで、プラス A メンバーも発売前のゲームが遊べるなんてって言って、特にキッシーがかなり食いついておりましてですね、あのジョーさんがいろいろご紹介をしてくださってたんですけれども、もうあのジョーさんがと二人で話した方が話が通じるんじゃないかぐらい二人でこう分かり合ってるような会話を、収録中も収録外でもお話ししてたのがちょっとすごく印象的ではございましたはい、というわけで、セガのジョーさんがねこのゲームを持ってきてくださったんですけれども、まあ私皆さんもご存知の通りゾンビものはね正直ね、まあ普段からもういつもキャー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 言って皆さんにはねこう動画の前で私の動画を見ながら耳をこうサッと塞いだりとかされてる場面が多かったと思うんですが、今回は本当にあのなんだろう心強い仲間がたくさんいたので、本当にあの楽しくゾンビさんと打ち合いを、あ、向こうは打ってこなかったけど、こうね戦うことができたような気がします。やっぱりあの一人で遊ぶよりもこうみんなで遊んだ方がすっごい楽しいゲームだななんて思ったりもしました。であの
こう動画の中でもちょっと話をしましたけれども、ゲームセンターでね、なんかカップルでやってたよねなんて話をしましたけれども、まあもちろんゲームセンターだとこうね、コインをプインと入れてこう倒れてしまったらコンティニューコンティニューって出て、次のコインを入れてちょうだいみたいになるのが、この家庭用になったことによって、あの何エアー100円みたいな気持ちでね遊べるっていうのは本当に魅力的だなぁなんて思ったりしました。今回私たちは割と簡単なモードで遊ばせてもらっている上に、ジョーさんのね本当に粋な計らいで、あのお金は山ほど持ってるわ、後半でしか手に入らない武器はすでに持ってるわみたいな感じでですね、かなりあのなんだろう、裕福な遊び方をしてしまったわけなんですけれども、実際はね皆さんが2月23日以降にこのゲームを手に入れた時には、最初はきっとねまだあの銃の種類も少ないと思うので、ぜひこう進めていくうちにたくさんねお金を貯めてこうアイテムを増やしていっていただきたいななんて思ったりもするんですけれども、あとねちょっとすごくね一個ね気になった、これみおちゃんからのねあのこう資料の中にあったんですけど、あの以前のねあのタキッシュで発売された時にから採用されたものだったらしいんですけど、銃を向けた方向に視点が動くようになってて、視点を動かしたら目の前にゾンビがみたいなことも起こりえますって書いてあるんですよ。これ私今日やってる時全然気づかなくて、あ、そうだったんだって思ったんだけど、聞いたところによると、これあの2人でやってる時には割とやっぱりね2人いますからねあれなんですけど、1人でやるとすごくでそれがね如実に分かるっていうことなので、しまったミャーミャーと一緒にやる前に1人でやっとけばよかったってすっごい思っちゃいましたね。なのでぜひ皆さんもですね、私もこの後ですねちょっと試してみたいなと思うんですけれども、皆さんご購入いただいた際にはですね、こう銃をですねヒュッてこう動かしてみてください。そうするとこう視点がヒュッて一緒に動くのでね、今回のゲームはあの私全然自分はねその場で走ったりとかしなくても、こうガガガガッとこう視点の方がどん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 先に進んでってくれて、私がたとえいやそっちのドア行きたくないよって思ってても無理やりこう連れて行かれるじゃないですかやめてみたいな感じで階段とか登りたくないとか思ってても、ゴーって言っちゃうので、もうなんなり、もうあえてもの抵抗みたいな感じですよね。ふっとこう、銃をクッとずらしてみてください。そうすると違う視点が見えてきて、また自分がすごくあの走ってる感みたいなのもきっと感じられるんじゃないかなと思って、これは私もちょっとね、試してみたいなと思っちゃいました。でも考えてもみたら、一昔前だったら、こういうガンシューティングゲームってゲームセンターに行かないと絶対実際に遊べなかったじゃないですか。で今みたいにこうプレステ3とかにこうねセンサーで反応するっていう仕組みがまだねこうなんだろう、今みたいに当たり前にできるようになったのって本当ここ数年のような気がしているので、それがね本当にゲーセンに行かないと遊べなかったもの、このね名作と言われている作品がこうやって家でできるっていうのは本当にすごい技術の進歩なんだなぁなんてね思ったりもしましたけれども、ぜひ皆さんもきっとねこうあんまり上手じゃないよって思う方でも、私でも割とあのパパーンと最後ね見事に樽もこうなんだろうバーンって弾いてましたから、皆さんも私ができるんだからという思いでですね遊んでいただければ絶対大丈夫だと思います。そしてあのおそらく私より皆さん上手だと思いますので、難しいモードでも遊んでみていただけたらななんて思ったりしました。いやなんか私正直今回あのこの場の現場に来た時にこう今度、今日やるのはこうゾンビがいっぱい出てくるゲームですよって言われた時に最初ね一瞬ふわーって思ったんですよ。来たーと思って、割と私がゾンビものが苦手だっていうのをこのスタッフがですね面白がって、よくゾンビもののゲームを紹介しましょうニヤニヤみたいな感じでね持ってきてくださるんですけれども、このザ・ハウス・オブ・ザ・デッド・オーバーキューディレクターズ・カットはですねもう笑顔が絶えなかったような気がするので、あのちょっと怖いなーなんて普段思ってる方もきっとね楽しく遊べるんじゃないかなと思ったりしました。はい、というわけでぜひ友達同士で遊んでみてください。はい、というわけで、本日はですねザ・ハウス・オブ・ザ・デッド・オーバーキルディレクターズ・カットを紹介させていただきました。それではそろそろ来週の指令書を開封したいと思います。よいしょよいしょ。指令書、ミゴさんこんにちは。こんにちは。最近は体を動かすようなアクションゲームを多くやってきましたが、久々に頭脳派のゲームを取り上げます。うんうん。次回取り上げるのは密室から脱出する脱出ゲームの要素を持ったアドベンチャーゲーム。タイトルは極限脱出 ADB 全員死亡ですです。え？何度も不思議なタイトルですが頑張ってくださいね、謎の司令官みおちゃんより。え？ちなみに漢字は、
極限っていうのは、いわゆる極限に追い詰められる極限に、部屋から脱出するみたいな脱出でしょ。それから ADV ってことはアドベンチャーってことなのかな。で、善人っていうのが良い人って書いて善人で、カタカナで死亡ですです、あ違う、ですは一個死亡です、死亡ですだ、善人死亡です、あなた死亡ですってことだ。なるほど。ちょっと全然どんなゲームかわかりません。はい。なので、来週のゲームは、極限脱出 ADV、善人死亡です2台決定。以上、ファミセンのコーナーでした。この後は、大量に人がいっぱい来て、どうなっちゃうんでしょう。ミュージックパズル。さあ、ついに始まりますよ。今回何人だ ?1,2,3,4,5,6,7 8人でお届けするって結構な人数ですね。アフィリアの時よりも全然多いしかもしれないですね。はい、というわけで、このコーナーは私今休みの新曲をリスナーの皆さんとゲーム感覚で作り上げていくコーナーなんですけれども、今回はたくさんのゲストをお呼びしております。というわけでプラス A の皆さんです。イエーイ。自己紹介、カズーから言ってみよう。はい、ギターのカズーです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ギターの天佑です、よろしくお願いします。スナックスの渡辺ファイヤーです。ベースのミヤミヤです。はいはい。マニピュレーターのキッシーです。キーボードのたまちゃんです。はい。そしてプロデューサーの浜田です。はい。そして私今やさみでお届けしていきたいと思うんですけれども、ね、ちょっとね、さっき話に出たちょっとカレーをちょっと持ってきました。カレー数すごいの、すごいですねこの量。正直ね、結構こういうイベントごととかだとどうしてもね、お手紙と物が分かれちゃうことが多くて、先に私お手紙だけよく持って帰るんですよ。で、先にお手紙持って帰って読んでたんです。そしたら、カレー入れときました、カズーさんたちに渡してくださいとか、なんかそういうのを読んでたんです先に。で、その後物品が届いたんですよ。こんなにちょっともう重めだよ ね。どんなのが入ってるか。ですね、岡山フルーツカレー。おお、岡山から来てくださったんでしょうね。博多のやつ、博多カレーとか、いろいろですね。結構ご当地っぽい。おお、ご当地カレー。豚骨カレーとか。すごい。あります。何個ぐらい入ってんの？もう何個でしょう。わかんない。そんなにいっぱい？いっぱいですよ。すごいね。もう数えられない。これ1ヶ月ね、カレーだけで生きていけちゃうの？1ヶ月無理か。毎晩。しかもさ、カズーにだけ特別なプレゼント届いてた。そうな、それ実は私が開けそうになったっていう茶色い袋に入ったので、カレーかな、何かなと思って開けてないのよ。ちょっと開けてみて、カズー。開けてみます。カレーです。カレーなんだ。あれか。お手紙入ってない？お手紙。お手紙も入ってますね。で、こんなやつです。イワシカレー。缶に入ってるイワシカレー。カレーキングになるって言ったのが聞いたのかかもしれないね。それでしょ、どうぞ。それでしょ、それでしょね。てっちゃんなんて言ったんだっけ、その時。僕射的用になる。そうだ、射的用じゃ送りにくいな。プレゼントしにくいな。タバちゃんなんだったっけ。裁縫です。ああ、それだってダメだったもんね。裁縫他にいたからね、裁縫の鬼がいたからうち。そう、プラス A にはね。あ、そうだ、その時ファイヤーさんだけね、京都はいらっしゃらなかったんだよね。あ、そうだね。みんな何々王になるって宣言をしてもらったんですけど、ファイヤーさん今なんかあります？自分はなんかこんな王様になりたいみたいな。王様、とりあえず権力は欲しいね。本当の王様になりたい。はめらかしちゃいます、いろんなものを。力が欲しいね。力。ファイヤーさんにだったらなんかこうひざまずく人いっぱいいそうな気がしますね。いや、全然ひざまずかなくてもいいですよ。じゃあどんな風な国民が集まってほしいですか？国民、おだててくれる。ファイヤーさんサックスの天才だから、そういう風に。いや、そこまで言うとなんか嫌味っぽい。違うんだ。お前違うんだろ。さじ加減難しいですね。そう難しいね。はい、というわけでですね、このメンバーで今日はお届けしていこうと思うんですが、このプラス A のメンバーをゲストにということで
こう告知をしたところ、結構皆さんからですねいろんなメールをいただきたのでちょっと紹介したいと思います。こちらオーハムさんからいただきました。ありがとうございます。今井さん、ゲストのプラス A の皆さん、こんにちは。こんにちは。何みんなちょっと初々しいな。こんにちは。こんにちは。それにしてもラジオゲストにバンドメンバー全員参加するなんて、赤子マイナスに珍しいですよね。さて今井さんとプラス A の皆さんも早いもので多い方では2年近くのお付き合いになっているというわけなんですが、最初に出会った時と比べて今井さんの印象って変わったなと感じたことありますか、という質問メールいただきました。ある方どうぞどうぞ、皆さん好きなだけ喋っちゃってください。まあ私は最初からね変わらず可愛らしくて、あ、すいません、ごめんなさい。今言おうと思ったんですけどね、自分でやっちゃったんで、もう言えないです、まあ、てんちゃんに言ってほしかったなんかてんちゃんが、正直そう、てんちゃん、他のメンバーが言うとまたまた上手なこと言ってて、てんちゃんに言われたらちょっとなんか、私可愛いかもってなんか思える気がするのは何だろう、この感じ他のメンバーツッコミ入れた方がいいよあ、まあ、ギャグも置いといて、はい、どうですかね、最初の印象からもう本当に2年になる人もいますけれども、変わってますかね。キッシーが一番長いのかな。僕も3年くらい前ですか、ね、そうだよね、まだプラス A が結成される前に、うん、スタジオでアシスタントしてた時に、うん、先輩が今井さんの曲 TD してて、うん、で急にお昼過ぎにいらっしゃった女性がいて、うん、誰だこの人はと思って、普通声優さんって TD 来ないじゃないですか、うん、チェック。あ、そうですね、確かに。IPB の方なのかなと思いつつ、うんうん、僕 TD の時後ろで見たりしてたんで、うんうん、横に座ってらっしゃったんですけど、普通に誰だろうと思いながらずっと、ごめんなさい、私が名乗ってなかった、うん、いやいやいや作業中だったんで音出してた、うん、あ、そっかそっか。あまり どうですか、それから変わってます印象って。いやもうそこから180度変わってますよ、ね、ちょっと待って、嘘。いやその時は、うん、例えばもう、そっか、おとなしくしてた。ちょっと疲れてらっしゃる感じでしたね。それ今も変わらないね多分普段がおしゃべりだから黙ると疲れてると思われちゃうのかしらね。かもしれないね。みやみやはどうですか、私の印象って変わってます。いや全然変わってないんだよね最初。ほんと、うん、なんか最初から、うん、あのよく喋ってましたね。すいません、え、嘘、初めて会った時結構疲れてたからあんま喋ってないんですか疲れないとだってあの初めて会ったのってファーストライブのリハの時じゃないですか。いやでもそれは最初から今の感じじゃないけど、うん、まあね、うん、だけどそのなんか基本ラインはやっぱ変わってない、うん、変わってないっていうかすごい、うん、あの、まあ、変な裏表はまあないですね。そうですね、もうちょっとモテって言われることありますあの、うん、全然、ね、もう少し節度を持ってモテって言われることありますね人としてライブの感じが普段の感じ。あ、やっぱりそうなんですかね、うん、そうかもしれない。いやでもすごいあの、うん、いいですよ。本当ですか、うん、でもミャーミャーも実はすごい私かっこいいって思ったのが、そのファーストソロライブあの参加してくれたメンバーは分かると思うんだけど、あの割と直近まで今井さん歌えるか歌えないかわからないみたいな状況だったじゃないですか、うん、ちょっと体調崩しちゃってて、ね、うん、であのライブは水物だから今できることをちゃんとやろうよみたいな空気ではあったので、ただ自分は歌えないのがすごく悔しかったので、割とあの直前の2日前のリハの時にあの裏でこうふえ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 ちょっと泣いたりとかしてたんですけどそしたらミヤミヤが廊下にさっと来てくれて、サミちゃんさ、今回いいじゃない、できないかもしれない、どんな風になるか、どういう風になるかまだ当日になってみなきゃ分かんないけど、それもまた一種のまあ経験だし、そういう時もあるから、それを乗り越えたら絶対強くなるんだから大丈夫だよ、あの当たってみたらいいんだよみたいなことをねパッて言ってくれたのが、同じこと浜田さん言ってくださってたんですけど全然響かなくてはい、コーヒー意義あり意義ありそのパターンさ、すごいよくあるんだけど。そうなんですよね。でもすごい感動して、私ちょっとちょっとさ、かっこいいと思って、ねえねえねえ、意義あり、このバンドリーダーにはだったら私ついていけるって意義あり意義あり、はい、なんでしょう、そのパターンすごくよくあるんだけど、俺が言っても信じなくて誰かに同じこと言われて、あ、そうだったんだって納得されるっていう、なんかね、多分なんですけれども、あ、浜田さん軽いんですよね言い方が同じこと言う、僕重くなりすぎないように、あまり興奮しないで浜田さんね、割と同じこと言ってくださったんですけど、なんかやっぱあれかな、こう人の、え、人の人徳の差かな嘘です嘘です
多分付き合いもね長くなっちゃったっていうのはありますよね。はい、でも本当感動しました。ありがとうございます。みよみよ、はい、じゃあちょっと、うん、他のメールも紹介していきたいと思います。スーペルさんからいただきました。ありがとうございます。ミンゴスプラス A の皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。東京公演も終わろうとしていて、ミンゴスプラス A のメンバーとの時間が終わろうとしていたその時、まさかの追加公演の発表、そしてその中に大阪の名前が出た時、地元だった私は思わずありがとうと叫んでしまいました。ということでね、本当にあの嬉しがってくださっているんですけれども、プラス A の編成ということに関してちょっと書いてあるんですけれども、サックスとバイオリンが入ってあるプラス A という編成は少し変則的だなと思うんですけれども、実際このメンバーで組んでみた時、皆さんどんな感想を持たれたんですかという質問メールをいただきました。じゃあけんちゃん。僕でもそんな変則だとは僕思いませんでしたけど、ね、あ、正直私も他をあんまり知らないので分かんないんです。どうなんでしょうね。まあ一般的なのは、うん、ドラム、ギター、ギター、ベース、キーボードをベースに、うん、まあ、サックスだけとか、うんうん、バイオリンだけっていうのはよくある。あ、そうなんだ、うん、だからそういう意味では確かに変則かもしれない、うん、両方いるっていうのは。あ、そうなんですか、うん、結構ね、ミンゴスの曲はねバイオリン入ってる曲が多いのよ、うん、あ、確かに私も大好きですから、うんうん、そうだからその、うん、ソロでなんかこう聴かせる単体のバイオリンがあるから、うんうん、そう、まあバイオリン入れた方がいいよかろうと。まあ、あの今回ね、あのミャミャは新楽器なんかも導入したじゃないですか。しましたね。ね、そうそう、質問メール来てました。キライさんから来てるんですけれども、テルミンゴスにベースの根っこをかざしていたミャミャに質問です。はいはい。あの弾き方は練習していたんですか？それともテンションが上がりすぎてやってしまった行動なんですか？あ、後者ですね。僕ね、練習しないんであんまり。練習がね、リハの休み時間ずっとですよ、ね、わー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 あれ練習してたじゃないですか。あ、してました。家ではしないってことね。あ、そっか、家ではしないってこと。家では宿題は持ち帰らないタイプ。そう、宿題持ち帰らない。なるほどね。でリハの間中ずーっとしてたよね。してました。ポワン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 。結構ね真面目なんだよね。ご飯すぐ一番に食べ終えて、そうそう、降りてさささってね行って、ちょっと俺テレビやってくるわ、テレビって練習してるじゃないですか。かっこつけたい年頃だったかな。そうそうそう、バラしちゃった、あれいけないね私たち。ねでもベースの練習は、ベースの練習はね、うんうん、あんまやんないね、これは本当に。まあでもできちゃうもんね、ミャミャはね。ちなみにベースっていつぐらいからやってるんですか。ベースはね、でも高校3年ぐらいです。え、割と遅くないですか。そう、遅いの、すごい遅いの。高校3年生からでもこんな上手になれちゃうものなの。まあ、努力と才能。すげえ。そう、もう努力だろうね。高3から始めて、うん、もう20歳ぐらいで普通に仕事してた。2年ってことじゃん。2年か3年ってことで、うん、もうプロの現場にってことですか。まあでもまあ しょぼいけどね。しょぼい。いやいやいや。いやだって俺が死に合ったその20歳の頃にもうバリバリやってたからね。すごい。いやいや、まあ、しょぼいし、しょぼいよ。全然しょぼくないね。隠すなぁ。才能隠しちゃうなぁ。でも、18の前は他の楽器やってたってこともなく？一応ギターはなんとなくやってたんだけど、うんうん、だけど、あの、そういう、こう、エレキとかじゃなくて、うん、そう、フォークギターをこう、かき鳴らすような。へぇー。青春時代。そう。そうか、じゃあ、ひょっとしたら、まだ楽器やってみたいけど、ちょっと、ねえ、もう遅いかなって思ってる人もまあ、ミャーミャーほどってのはね、もうよっぽどの才能と努力だと思うんだけれど、ちょっと弾くぐらいだったら遅くないのかもしれないよね。ファイヤーさんなんかはサックスって初めて触られたのはいくつぐらいの時なんですか。もう17ぐらいでしょ。あ、じゃあやっぱり高校2年ぐらいの。へー。管楽器はそれまでは全然何にも音楽の話も。きっかけってなんかサックス始めるって割と敷居が高いイメージがあるんですけど、どういうきっかけなんですか。最初はロックばっか聴いてて、うん、その中にほらピンクフロイドとか、うん、キングクリムゾンとかにサックスが入ってて、それでなんかサックスいいなと思ってて、決定的にしたのはやっぱりあの渡辺貞夫さんの音を聴いて、あ、俺もこんなになりたい、同じ渡辺だしみたいな。それからですね、頑張りましたね。あ、そうなんだ。いや、私も今から何かやったら遅くないのかしら、うん、ごめんなさい、無理だな。いや、遅くないと思う。本当ですか。始めるっていうのは、うん、そのなんかほらプロを目指しちゃうと確かにやっぱり
ただプラス A のメンバーってもう本当にプロの方の集団だから、ここに今から切り込んでいくってなると同じ土俵で戦えないじゃない。タマちゃん何なら私まだ残ってるかな。タンバリン。タンバリン。ファイヤーさんが。あ、譲る譲る。俺のタンバリンあげるよ。タンバリンリズム感大事です。私リズム感ね致命的にないんですよね。大丈夫、オフマイクで。あ、そうなのいいかもしれない。見た目だけ。確かに私だって小学校の時のトラウマが、あのこうみんなで合奏みたいなのをねステージでやってた時に、あの私もなんかこうタンバリンみたいな、タンバリンとは違ったんだけど似たような楽器を手に持ってこうパタパタ叩いてた時に、あのなんか友達に笑われてたんですよ最後までずっと。でもなんで笑われてたか分かんないんだけど、あのモーションの割に叩き方が小さいって言われたんですよ。分かります。なんかモーションはすっごいブワッて大きいんだけど実際に出てくる音が小さいって言ってどうも笑われてたらしくて、私あれがすごいトラウマになってて実は。でも本当になんか思い出すとピュッてなるっていうね。あ、忘れもしないジュピターをその時演奏してましたね。東京公演で一緒に連弾してましたよね、うん、そう。ピアノは実は私幼稚園の時にエレクトーンを始めて、小学校から中学3年生まで実はピアノはやってたんですけど、あの母にですね二十歳過ぎてから言われた一言、あさみちゃんはピアノは向いてなかったよねって。ガーンみたいな、うすうす感づいてたみたいな。練習が嫌いで私も、あの本当にいかにして練習から逃げるかばっかり考えてて、あの小学校の2年生までは結構真面目にやってたんですけど、引っ越した後に教えてくれることになったピアノの先生とすごい気が合っちゃって、ずっと趣味の話してたんですよ、ピアノの時間に。ずっとゲームの話と漫画の話を延々してて、お母さんが迎えに来る5分前になって、あ、まずいまずい引かなくちゃみたいな。っていうのがね、どうも親にバレてたみたいですね。おそらくみたいなね。なのでちょっとあまり上手じゃないまま来たので、たまちゃんを見てると憧れちゃいますね。たまちゃん何歳から？私は3歳です。多分3歳からピアノ。すごくない？早くない？そんなもの？え？え？そんなものなの？騎士は3歳から何やった？何やった？3歳チャリンコでドブに落っこちて。3歳で、まあね、自転車もすごいけどね。すごいね。私3歳喋りまくってました。あ、じゃあやっぱり、ある意味ね、うん、そうだね。私2歳半から喋りまくりなんで、本当にずっとおしゃべりしてたんで、やっぱそのぐらいから始めないとダメなんですね。いやいや、そんなことない。あ、そっか、うん、うわぁ。どっちどっちだろう。極端だな、S プラス A のメンバー。そうだね、割と遅めに始めた人と早くから、ね、早くからっていう感じなのかもしれない。なので、じゃああれだね、ぜひお子さんが生まれた方は、うん、あの早くから音楽始めてみたら、ひょっとしたらいつかプラス A のメンバーに、うん、なるかもしれないよね。その頃は俺がプロデューサーやってるから。みんなどうしてるかな、その頃。多分、まあ、早くて15年後ぐらい、うん、遅いと20年後ぐらい。それ俺も引退してたいんですけど。ね、どうなんだろう、カズーどうしてるかな20年後ね、うん、ギター弾いてたいと思いますけどね。そうだよね。カズー20年後はプラス A のバンマスとかじゃない、うん、おー、いやいや、引退しちゃうの？え、で、あゆみちゃんが、あゆみちゃんがプロデューサーの、あゆみちゃんがプロデューサーの。はぁ、じゃあボーカル誰が歌うんだろう。ボーカルは引き続き、ちょっと休ませてもらえるかな。20年後ってすごいことになってるよ、私。今ね、34だからね、54で、うん、でも54ボーカルしたら全然いっぱいあ、そうだね、うん、夢は持った方がいいかもしれないね。じゃみやみやはあの特等席取っとくから、うん、俺だからツアーのさ、うん、1曲とか2曲だけ弾くわ。あ、じゃ あ, あの浜田さん形式で、そうそうそう、あの美味しい時に出てくるパターン。そうそうそう、それでいい。普段漁師なんし、普段漁師だから、ね、そうだ、じゃ あ, あのプラス A のメンバーに魚を取ってきてください。分かった。魚差し入れでね。はい、じゃあ他にもちょっと質問来てるので紹介したいと思います。イカナガ教授さんからいただいてます、ありがとうございます。あさみさんのライブでテーマとなっているお着替え中の、バンドのインストなんですけれども、誰が考えていらっしゃるのでしょうかといただきました。ちなみにイカナゴ教授さんは、私が、みんなもよく知ってるあの曲だよと紹介した時にパッと思い浮かんだのが、なぜかスーパーマリオのタタッタってやつだと思ったみたいですよ。なぜなんでしょう、なぜなんでしょう。ね、実際はどなたが決めてらっしゃるんですか。大まかな案を
僕とミヤミヤで相談して、うん、細かい曲はミヤミヤが決めてます。そうなるほど。そういうことですね。で、それを僕が会社に持ち帰って、うん、演奏許可を取ったりなんだりの、まあ、取れない曲の中にはあるので。そうですよね。はい、じゃあミヤミヤは今回東京公演と京都公演と横浜公演がキューティーハニーとウィーアーとルパン三世のテーマ、この3つだったんですけれども、この3つはもともと知ってた曲を選んでたの、うん、そうそう、まあとにかくみんなが知ってる曲をやりたいなと思って、まあなんか国民的なこう、うん、有名な楽曲取り上げてみたかなと、うんうん、なるほど、うん、まあ今回追加公演が決まってるじゃないですか、うん、どれやるんですか。それはね、言えないんですけど。あらあら、本当に私も知らないよだって内緒にしてるもんまだそうなんですね。みんなはもう知ってる、みんなも言ってないってプラス結構厳しくてですね、うん、譜面渡すの当日なんですよ本当マジで。たまちゃん当日ってリハの当日、うん、あ、リハの当日なんですよ。びっくりした、本番の当日かと思ったそんなわけないじゃん、だってリハで弾いてるもんみんなそう、でもリハの当日のその場でその時に渡すの、いつも、うん、じゃあこれやるからっつって、うん、じゃあで譜面をその場でみんな見ていただいて、うん、でそれで、まあ、やるので、うん、結構大変なんですよ。なるほどね、うん、あ、だから結構リハの時にこう私の練習というかみんなで合わせていただくのが終わった後に、うん、みんな結構居残りして、うん、こう椅子やるぞみたいな感じで、なんか部活みたいな熱い感じでやってるもんねそう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 割と体育系なんでね、体育会系ですね、うん、すごい。たまちゃん大変だね。なんかね、たまちゃんを案ずるメールも来てたよ。え、大変じゃないですかって、うん、新メンバーとして加入してどんどん曲も変わるって噂だしみたいな、うん、どうですかそんな話。でも、うん、だいぶ慣れてきました。よかっただってなんなら遠来のアレンジバージョンにしてピアノソロにしようって決まったのは、うん、リハがあと1回とかそういうレベルの時だったからね。そうそう、横浜の数日前とかそんなレベルですよね鬼だなって正直その時思いましたけど、私も実はすごくこういいなって思っていたので、あ、そうなったらいいなと思ってたんで、よしって思ってなんか一瞬、それはちょっと無茶なんじゃないのっていうのを言うのやめましたいやでもね、こうそういう風に前のめりにこうみんながね参加してくれるのですごい嬉しいなと思うんですが、まあ、ライブ以外のことでも質問が来ておりまして、赤いマグロと緑のワカメさんからいただいたんですけれども、ツアーの大阪と福岡両方チケット当選しましたということで、福岡は中学の修学旅行以来なのでライブ以外にも楽しめたらと思っています、主に食べ物系と書いてありますが皆さんもプラス A のメンバーも楽しみにしているのではないかなと思って。だって、うん、ファイヤーさんに、うん、仮にどっちかしか出れないんだったら、うん、どっちがいいですかって聞いたら、うん、即答で、うん、飯がうまいから福岡あ、じゃあ福岡で食べたいものがファイヤーさんはあるんだ。いや特にはないですけど。え、特にもないってなると立ち食いそばみたいな感じになっちゃうんですけど大丈夫ですか。今のうちに言っといたのが。みんなそんなの食べるのみんなが食べるんだったら俺も立ち食いそばでいいですけど、はい、まあ、でも定番のね、豚骨ラーメンとかね、昔ほら仕事柄いっぱい行くでしょ、うん、そうですよね。そう、やっぱ東京生まれだから、うん、豚骨ラーメンってなかったじゃないですか。そうですね、お醤油系ばっかりですもんね。そう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 、東京の方はだから九州だから食べにもう、うん、朝昼晩に豚骨を食って行った時期がありましたね、うん、やっぱりラーメン以外にもね今ね美味しいものたくさんありますけど、うんうん、他のメンバーも何か食べたいものとかあったりとかします。たまちゃんとか食べたいものとか。前回行った時、うん、時間が全然なくて、うん、ラーメンとか全然食べれなくて、うん、やっぱ食べたい。ラーメン、あと、うん、うどんが食べたい。なんか、うん、美味しいお店があるらしい。へえ、なんか福岡でうどんって割とあれだね。でも私もうどん大好きだから、うん、ちょっと食べたいかな。あ、女子部うどん行きます。じゃあ男子部ラーメン行こう。男子部ラーメン。男子部のうどんってやらなくて。うどんだったら四国とかさ、あうどんうまいよ、まあ、確かに私も初めて聞きましたね、うん、福岡に行きますって言ってうどん食べたいっていう人初めて聞きました。明太子とか、うん、あとだ、うん、なんだろう、何がもつ、あ、もつ鍋も聞きますよね、うん、まあ、でもみんなで食べるとねまた美味しいですからね。でもあれなんですよね、きっと必ずこうライブが終わった後のまずは反省会があってなかなか美味しいもの食べられないんですよね。当然ですプロ
小島さん厳しいから当然です、ね、本当に厳しいんでそうなんですよね、はい、なんかみんな急にあのご飯ごちそう前にして食べるぞって思ったらはいみんな反省会するからみたいな来たみたいなキューみたいな感じになってはい、今回もきっとそれがあると思いますので、皆さんもですね何を喋るかも事前に考えておくといいかもしれないねひどい反省じゃないそれ反省じゃないはい、じゃあ他にもですね高翔さんからいただきましたありがとうございます、皆さんの自分のソロパートいろんな曲であると思うんですけれどもここは聴いてくれという思いのある曲かなんかがありましたら教えてほしいですときっとねあのいらっしゃった時にあここかってね皆さんわかると思うので挙手制でどうぞどうぞいやもうそれはファイヤーさんにちょっと言っていただいて僕ですか、うん僕の立場っていうのはミンゴスの作品って作詞入ってないじゃないですかもともと入ってる曲って少ないですよねもともと最初からないものに入れなきゃいけないからっていうんで、うんうん、聞きどころとしては一番ソロの長さとしたら夢のまほろばなんですけども、はい、僕としてはさよならですかねおお、うん、あでもすごくわかるかも、うん、なんだろう感想、うんうん、あの8小節がやっぱり、うん一番力が入ってしまうかな、うん、私もなんかすごく普段こう生演奏じゃない時で弾く時はもちろんね CD と同じ音源で歌ったりとかしてるんですけどやっぱりそのサックスが入ってくることによってまた違う感情を引き込んでくれるみたいなイメージがすごく強くてステージの中ですごく自分がこう世界に引き込まれていく感みたいなのをすごい感じるんですよねあそこそこがだから、うん、さよならの楽曲が、うん、楽曲だから、うん、やっぱりその間はやっぱ力入れたいなってなりますよね、うんうんああ嬉しいですねそこがだから、うん、ミンゴスが伝わってくるから、うん、ものすごく嬉しいですね、うん、はい、まあ、だね歌うかどうかは正直私まだわからないのでそうなんだそうなんですこの中で唯一セットリスト渡されてない人だから、うん、そうなんですああそうか怖いでしょ怖いの多分健康とかがあるかもしれないから、まあ、混乱させないようにっていう親心だとは思うんですけれどもそろそろ知りたいにゃみたいな今週末ぐらいまでにはあげようかなそうですね私も CC に入れてくれてもいいんですよダメ内緒はいじゃあ他のメンバー我こそはという方あですね三味線を弾いてるところがあるんですけど、うんうんうん、海と空と君と、うん、ギターなんですけど三味線の音が出る、うん、そうなんだよねあれずっと不思議だったの私あれカズーぐらいねそうなんだよね、うんうん、なんかカズーの動きを見てるとそのフレーズを叩いてる感じなのにギターだよなってずっと思ってたんだけどどういうことなのですねギターシンセってやつで、うん、でギターに、ピックアップっていうか音拾うとこを取り付けてそれで音源を鳴らしてるんですね、うん、三味線の音を鳴らしてるっていう、うん、そういうシステムなるほどそうだったんだ便利な世の中になったもんだ ね、 ねピストルね、うん、あそっか東京公園でファイヤーさんを撃った、うんうん、ピストルもそれで、ね、なるほどねそういうことだったんだじゃあぜひ今度ねこの曲が演奏されるならばそうです、ね、ぜひカズーのその三味線のパートにも注目していただきたいですね、はい、じゃあ隣のてんちゃん行ってみましょう僕もいっぱいソロ弾かせてもらってますからね、うんうん、どれかな強いてあげるなら、うんプロミストランドのギターソロですかね、うん、なんかハードロックで思いっきり、まあ レコーディングも僕が弾いてるんですけど、うん、そうなんだよねそのまんま弾こうとしてます正直私そういうの分かんないんですけど、うん、その CD で撮った時のフレーズ別の方が弾いてたりとかしたらねその違ったアレンジにされることもあるって聞いたことあるんですけどご本人が演奏されてる時っていうのは同じものをやっぱりするものなんですかそれともやっぱライブ用に変えるものなんですか多分人それぞれあると思うんですけど、うんうんなんかこうレコーディングできたの聞いたら、うん、結構かっこよかったみたいな、うんうん、それでそのまま弾きたいなみたいな自分で思うのってなかなか珍しいんですけど、うん、いつもはこうやってるうちにもっといいソロを弾きたいなと思って変えちゃうんですけどあそうなんだ、うん、それはなんかそのままいっちゃいたいなっていう、うんなんかね、ギターの収録とかも私もプラス A のメンバーと会うようになってからレコーディングにこうお邪魔させてもらうようになったんですけど私ああいう風に撮ってるって知らなくてなんか
てっきり楽譜みたいなのがぴっちりあって、こうそれを楽譜を見ながら弾いてらっしゃるのかなと思ったら、私には全然わからない暗号が書かれた譜面をこう見ながら、特にソロパートみたいなところはこう思うがままに弾いてらっしゃる、いいフレーズが出た時にあそれだみたいな感じで撮ってらっしゃることがよく見かけるんですけど、やっぱそういうことが多かったりするものなんですか？ソロは基本的にクラシックの方にお願いするときはちゃんとびっちりスコア書いて渡すんですよ、例えばバイオリンソロとか、でもまあオプスの場合は基本的にコードとそのリズム単位がどういうリズムを取ってるかっていうのが分かるだけの、まあミンゴスというところの暗号を渡してそこでその中で破綻しないように、へで、あとは大まかに指の手数を多めにしてくれとか、激しめにしてとか、ロングトーンを多めに使ってとか、そういうざっくりとした指示だけして、あとはもう感性に任せる。なるほど。え、ベースはどうなんですか？いやね、ベースもね、ほとんどミュージシャン任せ。あ、そうなんだ。でもね、それは逆を返せば信用されてる証拠だと。なるほど。他の現場でもそうってことですか？そういうことが多い。そう、もう譜面といったらコードとそのなんかちょっとした暗号を書いてあるぐらいで、あとはまあ適当にやっていい意味でかっこよくしてよっていう感じ。わあ、びっくり。じゃあその出来上がった音楽っていうのは本当にもう計算し尽くされて出来上がってるけれども、その一瞬一瞬が合わさ、レコーディングも合わさって出来上がってるってことなんですよね。そうそうそう、すごいな、はい、そんなこんなでですね、じゃあ次タマちゃん行きましょう。はい、タマちゃんのここの聞きどころ、でもやっぱり遠来ですかね、ソロっていうのではないですけど、あの大勢の人がいる空間で私のピアノしか鳴ってない瞬間があるっていうのが、もうすごいワクワクします。わーって私のピアノ聴けみたいなでピアノ立てちゃうみたいな遠来で立てたら遠来で立てたらびっくりしちゃういやでもほんとタマちゃんとね、あのアイコンタクト取ってる瞬間がね至高なんですよ。私もほんとに至福で本当にニヤニヤしちゃうんですけど2人だけのこうなんかね別世界が出来上がってるもんね。そうなんですよ、いかにタマちゃんのとアイコンタクトが取れる位置に移動するかっていうね、の毎回のステージが違ったりとかしてるので、こうここに行きたいんで照明さんここにライトを当ててくださいみたいなことを、ね、だって東京のセットは、ステージセットはいかにあの演台の時にタマちゃんとミンゴスがアイコンタクト取りやすいかをベースに考えられる。ありがたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、熱烈女子歓迎なんで、うち。女子熱烈歓迎の今回スローガンでお届けしてるんで。はい、ありがとうございます。じゃあ、騎士。基本的にもう再生なんで、ミンゴスだよくらいなんですけど、僕は今日来てないんですけど、ゲンちゃん、ドラムなんですけど、パーカッションを聞いてあげてほしいなと。パーカッションってどれのこと？真ん中でアコースティックの時にやってるセットなんですけど、結構ゲンちゃん指先を酷使してやってるんで、ねえ、だってさ、会うたんびにさテーピングの量が増えてるのよ、大丈夫かなと思ってボクサーになっちゃったのかなって思っちゃったぐらいぐるぐる巻きになってて、指先は痛いみたいで、ねえ、でもなんかねアコースティックのパートが京都なんか本当多かったですから、ね、ゲンちゃん頼みなところありましたもんね、リズムキープもゲンちゃんに頼るしかないみたいなところもあったりしたので、そうだったんだね、優しい。今日ね風邪ひいてこれなかったね、なぜか肝心な時に来ない、そうだねちょっと呼んでくれ呼んでくれ、おかしいおかしい、アピールしてたのにね。あ、じゃあキシリンの聞きどころ、じゃあ浜田さん、キシリンの聞きどころは、やるかどうかは分からないですけれども、雪原のカルマのソロ。ああ、やるかどうか分からないんだ。分かんない、分かんないですかやるだろこれそうですねアルバム新曲はやるだろそうですね、それ入ってなかったら逆に驚きますよね。驚くよね、作った俺が驚くよ、あれはどうなんだろうね、あの SSG の新エンディングどうなんだろう、どうなんだろうね、え、みんなどうなんだろう。まあでもチラ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 、作ったばっかだけど、このメンバーなら別にね前日に楽譜渡せばなんとかなると思うからああ、じゃあ前日に渡してみますか、ね、試しに試しにね、ねまあ実際どうなるか、あのね発表タイミングとかもいろいろね大人の事情とかあると思うので、ね、ちょっと聞けるかどうかわからないんですけれども、いつかきっとどこかで生演奏で聞けるかと思いますので、はい、じゃあ最後みやみや。僕もね、だからベースソロっていうのはその曲に結構ないんですけど、割となんかこうちょっと作らせてもらって、入れてる箇所があって、まあ、それは例えばあのシャングリラの間奏部分で
ミンゴスが踊ってるところで。ミンゴス踊ってる、うん、いつ、真ん中らへん、真ん中らへん、真ん中らへん、2番終わりの後の、うん、2番終わりの後踊ってる、踊ってる踊ってる、何してる、私どんな風にしてる、そうそう、こんなんなって、ちょっと待って、それじゃただの私がなんかタコ踊りみたいじゃないさそんな風に見えていたのじゃあもう二度と私あそこ動かないもんあれあれちょっと雰囲気作ってるってことですね、あそこで、うん、あのこうベースでこう、うん、こう叩いてこう演奏するような、あの割とこう派手めな、うんうん、あのスラップっていう奏法で、うん、うわーっとこうやってるところがあって、うん、そうだったんだ、私多分高踊りに一生懸命で踊ってたもんね、そう、私いつもあそこ確かに踊らせていただいている後ろ向いたり前向いたりしてるかもしれない、そうそうそう、そっか、じゃあ次私もミャーミャーのもしシャングリラが歌えるならばちょっと見てね、シャングリラ入ってたらね、入ってたら、ね、シャングリラ分かんないですよね、シャングリラ分かんないだって東京公演歌ってないですからね、歌ってないですよ、うん、ね、こう本当どれが来るかわからないので、うん、ぜひ皆さんもどれが来るのかなと思いながら楽しみにしていただきたいな、まさかとは思うけど、はい、大阪と福岡違うっていうことありえるんですか、ありえるんじゃないですか、マジで、だって今までの俺のセットリストの作り方で全く同じなんてことがあると思う、はい、逆に、あ、でも意表をついてそれをわざと狙うかもしれない、あ、でもそれはそれで確かにプレッシャーですね、うん、同じものを もしくはもっと上を出さなきゃいけないと思ったら2回目プレッシャーですね、うん、そっか、あの違っていいです、はい、はい、というわけでみんなのね聞きどころも聞けたということなので、ぜひ、いらっしゃる方、そしてまだチケットゲットしてない方、来ていただきたいなと思っておりますのでお願いいたします、はい、というわけで、かなり長くお届けしましたけれども、ミュージックパズルのコーナーでした。はい、マキシェクリスです。え、シュタインズゲートが iPhone でも遊べるようになったですって、また岡部の妄想じゃないの、はいはい、ワロスワロ、え、違う、あ、そうか、これもシュタインズゲートの選択か、エルサイコングルって何言わせてんのよ。 iOS 版シュタインズゲート好評発売中。ウェブラジオ今井あさみのシンガーソングゲーマーボーナスステージシリーズ第3弾、今回はインゴスと SSG スタッフ揃って沖縄ロケに行ってきたそうです。琉球音楽をテーマにした新曲に加え、ロケの模様を余さず収めた DVD を収録、初回生産分は撮り下ろし写真満載の32ページブックレット付きです。今井あさみの SSG 沖縄ステージ好評発売中、ハイサイ沖縄。どうしよう、やっぱりなんかこの曲がエンディングにかかるってなんか戦わなきゃいけない気持ちになるね、はい、でしかもなんかカーンカーンってこうね、非常の鐘みたいなのが、うん、なってるし、どうしようみたいな感じになりますけれども、こちらが新エンディングということなので、ちょっとねこうパワフルな感じで、皆さんにですね告知なんかをしていきたいと思います。はい、というわけで、アロマオブハピネスツアーの追加公演まもなく開催です。2月4日に大阪梅田赤荘、2月11日に福岡ドラムロゴスで行います。本当にあのチケット、まだゲットできる機会があるかと思いますので、ぜひ遊びに来てください、お願いします。そして3月7日に SSG ボーナスステージ第4弾、今休みの SSG 箱根ステージが発売されます。原由美さんと山本彩乃さんをゲストにお迎えして箱根を満喫しちゃいますよ。発売イベントのチケットすでに完売いたしました、皆さんありがとうございます。でも各店舗さんの予約特典もありますので、そちらもチェックしてみてくださいね。しかもなんと今流れているこの新エンディング、まだ名はない009カッコ仮というタイトルがついているんですが、この曲もなんとこの箱根ステージに入ることが決まりました。やったー、イエ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 イ。曲の流れ、そうだね、だいぶ合ってない、なんかちょっとあれかな、大丈夫、実はあのこうもう撮影のロケの方は終了しているんですが、それ以外に、トークの方の収録も控えておりますので、そこで関連性を持たせる、ええ、ちょっとシリアスな感じに綾乃ちゃんとユミにお願いする、無理だ
いいんじゃないですかね、はい、いつものことでお願いします。はい、そして同じく3月7日にアートリーウェイのアルバムが発売されます。これまでのシングル曲、カップリング曲に新曲も収録ということなので、こちらもぜひ予約をお願いいたします。ちなみに聞いたところによると、はい、つい昨日、はい、曲が出来上がったと。今朝9時に出来上がりました。おめでとうございます。ありがとうございま す, います。なのでそちらも期待しててください。まだ私は聞いてないよ。それは多分ベイさんはそういうことないと思います。そうだ、ね、今井麻美さんじゃないので、はい、ベイさんはあの来たものを受け取るっていうタイプなので大丈夫だと思います。はい、そして番組からもお知らせです。番組では皆さんからのメールを募集しております。ふつおた、ぎておたなど各コーナー宛てに送ってください。宛先はファミツドットコムの応募フォーム、またはホームページに書いてあるアドレスから。メールで応募する際は題名に書くコーナータイトルを、本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね。次回の配信は2012年2月4日土曜日ということは、わあ、もう大阪の公演え、1週間前なのに私まだ知らないの、どうしよう、何歌うか知らないの、どうしようわあ、1週間前だよ今現状では。まああのリアルな時間軸では1週間とちょっと前なんですけど、そう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 、そうですね、そういう問題か基本は1回もうほらライブで1回2回なりやってる。でもね、お正月でね、ね、正月を過ごしていたらね、なんだかね感覚が鈍ってきてしまったのだよ。自主トレせはい、ギネトレしたいと思います。なので当日ということなので、大阪公演来られる方ぜひ気をつけて遊びに来てくださいね。皆さんも一緒に頑張りましょう。イエーイ。それではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今井麻美とカズーとテリーとマドラグファイヤーとミヤミヤとアマダとキッシーとタマキでした。バイバーイ。てっちゃん眠そうすぎじゃない